ます。いい天気になりましたね。年末に私肩を手術することになりまして、ひょっとしたら今日が今年の登り納めになるのかなということで、近所の青山に今向かっております。それでは行きましょう。でしたね。にしても本当よく晴れたね。こんなの まだ登り始めの7分ぐらいなんですけども、いろんなルートがあるわけですよ。こっちから行ってゆるーく少しずつコード上げたり、こっちから通って、少しコード稼いだりとか、その日の気分、体力で行けるのがこの山のまた魅力かもしれないですね。とりあえずこっち行きますわ。標高338メートル付近、昨日一昨日と結構雪降ったんですけども、意外にも積雪が10センチぐらいですかね。なんでスノーシューも用意しないでこんな長靴、なんか川田俊明みたいな格好ですけど、こんなでも今のところ問題ありません。目指す山はあれでしょうね。この尾根伝いに歩くってのは本当に楽しいですよね。風を的に受けるのだけはちょっとしんどいけど、あと400メートルぐらいでピークに。遊歩道を少しルート外れて、分かりやすくなってるんですけども、青山のピークへ続く道、ここが最後ですね。よし、行きましょう。青山書いてますね。ゴール。二つ。富士の山々も見えますよ。
と多分こう真ん中にあるこの特徴的なあれ多分樽前だと思うんだよね。こっからよく見えるな。じゃあ降ります。までに戻ってきたよ。降りてまいりました。予想外の樽前なんかも見れて、相変わらずこの青山見晴らしが素晴らしい。自然歩道になってるんで比較的歩きやすいところが多いんでおすすめですね。それではまたどこかの山で。